はい、さい。今回は8月27日にマイナーチェンジした新型ステラについて紹介していきたいと思います。この新型ステラは全車スマートアシストが搭載されており、さらに排出ガス燃費の新試験方法 WLTC モードにも対応しています。そして3つのラインアップが設定されています。充実装備のスタンダードモデルであるステラ L スマートアシスト、主要装備は電動格納式カラードドアミラー、 UV カット機能付き濃色ガラス、マニュアルエアコン、アンサーバック機能付き電波式リモコンドアロック、フロントアームレスト、14インチフルホイールキャップとなっています。次に快適性を高めた上質モデル、ステラ G スマートアシスト、主要装備は L スマートアシストの装備に加えて電動格納式カラードドアミラー、キーレサックス&プッシュスタート、オートエアコン、チルトステアリング、運転席シートリフター、14インチアルミホイールが付いています。メーカー装着オプションとしてブラックインテリアセレクションが設定されています。このオプションを選ぶとシートがブラックのパブリックシートとなり、フォンガー巻きステアリングホイール、ブラックドアトリム、メッキインナードアハンドルとなります。続いてはスタイリッシュで質感の高いプレミアムモデルのステラカスタム R スマートアシストです。主要装備は G スマートアシストの装備に加えて LED ヘッドランプ、 TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイ、インパネ加速パネル、カスタム仕様14インチアルミホイールとなっています。ボディカラーは新たにシャイニングホワイトパールとダークエメラルドマイカが新色として追加されました。ステラカスタムはツートンカラーが選べるのですが、そのツートンカラーもブラックとシャイニングホワイトパールが新色として追加されました。全車スマートアシストが標準装備されたことにより、自分の予算に合わせてグレードを選ぶことがさらに容易となっています。燃費を WLTC モードにより表記することによって、自分の走行環境に合わせた燃費を知ることが容易となっています。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。